アクアチャンネルのザッキーですはい今回はレクサス LBX でカーセキュリティシステムを紹介しますはい今回ですね当店のデモカーのこちらのレクサス LBX にカーセキュリティシステムオースアラームのデジタルイモビライザーイグラ2プラスをインストールしましたので紹介します 最近メディアでも自動車盗難によって愛車を持ち去られてしまうという報道などで目にされてご存知の方もたくさんいらっしゃると思いますがこの自動車盗難というのは高度な手口によっていつ狙われてもおかしくないといった状況にありますその手口にはリレーアタック、コードグラバーそして現在ではキャンインベーダーという手口が起こしております特にこのキャンインベーダーはスマートキーがなくても そこに車があれば持ち去られてしまうといった状況になりますのでとても怖い手口になりますこのことについて別の動画で紹介したものがありますのでこちらをご覧ください近年の自動車というのは年々より機能的により快適により安全にこういったことでどんどん高性能化が図られておりますこの高性能化を担っているのが ECU エレクトリックコントロールユニットいわゆる電子制御のユニットになります 近年の自動車はこの ECU がたくさんこの車の中に詰め込まれております。そしてこのたくさん増えている ECU ユニット、これらをですね、それぞれをデータ共有しようとすると、入出力の配線だけでも膨大な量になって、結果的にコストがかかってしまいます。そして何より、そういった高性能化が図られていると、いざこの自動車がトラブルを発生した場合、それぞれの ECU ユニットを個別に診断しなければ、 その症状を断定することができなくなってしまいます。こういったことをなくすために CAN 通信コントローラーエリアネットワークというシステムを採用しています。これによって少ない配線でも高速で確実な通信が可能になっております。ECU 同士の通信が容易に行えて何より拡張性が高くなりますので今後さらに高性能化してまた ECU が増えてもすぐに対応が可能になる。 そして一つの情報を複数の ECU 同士で共有が可能になっています。そしてこの車のネットワーク全体の故障診断が一箇所でできるというメリットがあります。これによって万が一の車の故障の場合、これは OBD に診断器を差し込んで診断することによってピンポイントにどんな故障でどういった対処が必要かがわかる。このように優れた構造になっています。こんな優れたシステムになっていますが、ここに目をつけて 近年の自動車盗難の手口に使っているのが CAN インベーダーです。CAN というのは先ほど説明しましたコントローラーエリアネットワーク。車全体のネットワークのことですが、インベーダー侵略です。CAN に侵略して車を持ち去ってしまうというのが CAN インベーダーによる自動車盗難の手口になっています。エリアで報道されている映像などを見ると、最初に車の横で何やらやっている。その数分後に車を持ち去っているっていうような 状態を目にしているかと思いますけれども、車の外部からそのキャンへ侵入していきます。こういったように直接侵入して車を持っていってしまいますので、これが必要となくなります。これは実際に車のスマートキーになりますが、リレーアタックなどはこのスマートキーから発せられる微弱な電波を使って車を開けてしまう。そういった手口でしたが、キャンインベーダーはもはやこのスマートキーすらも必要なくなっています。 ですのでいつの間にか知らない間に実に鮮やかに盗難されてしまっているというのが現状になっていますはいこのように近年のハイテク化した自動車このハイテク化を逆手に取ったハイテクな手口と言えますこういった自動車盗難の手口から愛車を守ることができる最も有効なカーセキュリティシステムがこのデジタルイモビライザーイグラ2プラスになりますこちらは認証システムとなっております したがって認証がなければたとえドアを解除されて乗り込まれてもエンジンを始動したり今回はレクサス LBX になりますのでハイブリッド車このハイブリッドシステムがそもそも起動しない状態にありますので自走で車を持ち去ってしまうということが極めて困難な状況になりますではそれは一体どういった状態になるのか今回ですねこのデモカーのレクサス LBX に取り付けしましたので紹介します はいではキャンインベーダーなどによってドアを開けられたという想定でいきますこの後犯人は車を持ち去るために乗り込みますブレーキを踏んでプッシュスタートボタンを押して始動しようとしますが。 はい、このように、パワーオンとなっています。今、始動していません。通常ですと、レディーが出て始動しますが、認証がないと、このように、ハイブリッドシステムが起動しませんので、従って車を自走で持ち去るということができなくなっています。はい、いかがだったでしょうか。このようにですね、認証がなければ、そもそもハイブリッドシステムが起動しませんので、報道で見かけるように、乗り込まれて、愛車を持ち去られてしまうということが防げます。 認証システムについての詳しいお話はこの動画ではお話しできませんが、お取り付けのご相談時ですとか、実際のお取り付け後の説明などに詳しくご説明させていただいております。はい、基本的には無操作で認証しますので、普段通り車を使用していただけます、はい。これ以外にも、いわゆる物理的な防犯対策、例えばハンドルロックであったりタイヤロックなども挙げられますが、しかしながらこれらはご自宅、それから勤務先、 そしてお出かけ先こういったところでも毎回欠かさず設置しなければなりませんそれでないと意味がありませんが雨の日や雪の日こういった時にでも毎回欠かさず設置する少なくともザッキーには無理ですが皆様はいかがでしょうかザッキーは普段通り車が使えていざとなったら愛車をしっかり守ってくれるこういったスマートなカーセキュリティシステムが望ましいと考えております はいこういった高度なカーセキュリティシステムも取り付け方次第ではその効果をしっかり発揮できない場合がありますお取り付けにはお店選びが重要です実績豊富な当店でぜひ安心を手に入れてみてはいかがでしょうかはい今回紹介しましたこちらのデジタルイモビライザーイグラ2プラスこのレクサス LBX に取り付けできるパッケージングとして当店のホームページオンラインストアで購入が可能になっておりますただし 本体のみの販売は行っておりません。当店での取り付け限定商品となっておりますのでご了承ください。商品ページはこの動画の説明文、概要欄に記載してあります。商品内容をよくご覧いただいてぜひチェックしてください。表示価格には取り付け工賃込みの金額を掲載させていただいております、はい。当店は完全予約制で作業を行っております。お急ぎの場合には事前にお問い合わせより予約状況の確認をしてください。 はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。さあ、今後もこういったカーセキュリティシステムも紹介してまいりますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。